うわ、すごいですよ。タコン TV、 今日の企画はピアノの下見に行ってみようです。今年はね、たくさん演奏会させていただけることになってます。なので会場のものをね、皆さんにお届けしたいって思って、しっかりとした練習ができるお部屋と、そこにねピアノを入れるのでという企画になっております。カメラマンのトシさんです。よろしくお願いします、まあね、こういう企画で出ていただいたトシさんに、まあ調律師さん目線でお助けしてもらいながら、まあ、ピアノのね下見に行こうというお話です。トシさんにはすでに僕の予算感を伝えてます。はい、だから皆さんにもね、やっぱそれをお伝えしといた方がいいから、ウィーンでハリボー買ったら何袋分にしましょうか。そうしましょう、ハリボー何袋分ぐらいでまあね、本当にね、もし購入するとなると、まあ、すごく大きな買い物になるし、しっかりと、ね、いいピアノに出会って目ぼしいものをチェックしたいなっていう感じですね。そうだ、これちゃんと言っとかないとね、そうそうそう、もう皆さんお気づきだと思うんですけど、まあ、なんとヤマハさんが心よく撮影許可を出していただきました。なので今日はね、ヤマハの銀座店の方でね撮影させていただいています。行ってみましょうか。行きましょう。よろしくお願いします。いつも拝見しております。あ、本当ですか。楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。見事は、じゃあこのマーク知ってますか。知ってますよ。タコンですよね。もうね、ヤマハさん大好きです。じゃあご案内させていただきます。うわ、すごいですよ。すごい数。これはすごいです、ね。これはすごくないですか。ピアノがあるとね、テンション上がりますね。です。キラキラ。なんだろうね、みんなに例えると何なんでしょうね。おそらくお子さんだったらお菓子に囲まれてるみたいな感じ。高柳さん、はい、CF シリーズって何ですか。はい、もちろん置いてございます。 CF シリーズってね、皆さんに説明しとこう。いわゆる最高級に位置づけられます、はい、そうです。ヤマハさんの中で、はい、それちょっと、はい、引きたい、はい、ご案内させていただきます。こちらが、ヤマハグランドピアノ CF4 でございます。漂う高級感わかります。香りがしますよね。ちょっとこれって試弾してもいいんですか。もちろんでございます。おお。あるあるね、これ調律師さんあるあるでもあるし、ピアニストあるあるでもあるんだけど、1音出したらもう、そうですね、もうすごいのがわかるっていう、うんうん、すごいですね。トシさん、はい、これにします。これは無理ですね。何、これは難しいと思います。僕もね、薄々気づいてました。それはもうね、最初に CF シリーズって言った時点で薄々気づいてました。これ無理だね。でも素晴らしい。でもやっぱ予算5万ですね。わかりました。ごめんなさい、なんか茶番ですよ。いやいやいや、絶対に分かっているのよ。計算あたりのものをご紹介していただけたら、はい、もちろんでございます。ご案内させていただきます。あー、柔らかいわ。めちゃくちゃいいピアノですね。ありがとうございます。コンチェルトとかもいけそうですか。いいね。おお、こちらが審査員でございます。おお、
うね。みずみずしいですね。ね、すごい。うん、C5。あ、5。はい、5X。はい。やっぱ、大きいですね。ちょっとサイズが。大きいですね。大きい方がやっぱいい響きはなりますか。そうですね、大きい音も出るんですけど、それと一緒で弱い音を弾いた時に結構深いピアニッシモとかは大きくなればなるほど出やすくなりますね。もうトシさんに今日カメラマン頼んだ理由ってそこもあるんですよ。アドバイス欲しい。発売で出ております C3X エスプレッシーボという商品がございますので。エスプレッシーボ、はい、なんじゃそれ。それをじゃあ弾かせていただこうかな。うわ、なんかすごいポジションが、だってなんかなんかおかしくないですか。常にこういう感じで配置されてるんですか、いつも。はい、こちらの商品一押し商品ですので、ぜひお試しいただきたいと思います。ちょっとトシさん、穴開いてる。穴開いてますね。これはなんで。ここは音が、ピアノの音がここから透過してですね、面台使ってても耳に音が届きやすいように設計されております。これも試弾してもいいですか。はい、もちろんです。じゃあ試弾します。これはすごいですね。わかりますよね。わかります、ね。すごいね。さっきのさ、CF、ね、CF の、うん、あの衝撃覚えてます。覚えてます、覚えてます。の感じ。一音目から。すごいわ。ここに置いてあるだけあるわ。これはすごいです。これはすごいな。伝わりますかね、これ皆さんに。これはちょっと伝わりづらいかもしれないけど、これ分かりますよね。分かります。ちょっと他にもなんか、ちょっと弾いてみましょうかね。やっぱグリューフェルドとかさ、パリッとしたあウィンに分かる。おお、分かります。分かります。これちょっと開いてるからかな。そもそも何かあります、そのストロングポイントみたいなって。ハンマーがまずですね、うん、先ほど弾いていただいた、うん、あの SX シリーズと同じようなものを使ってます。静音と静聴に、時間をかなりかけてます。一般のものよりもあのかなりかけてます。フラグシップモデル CFX 同様のものそうですね、はい、え、すごい。ちょっとグリューフェルト続き、そうですね、でも全然違いますよね。違う。本当になんだろう、 C3 サイズなんですよね、これ。はい、そうです。サイズ的には、はい、なんかさっきの SX6 より大きく感じる、うん、広いとこで弾いてるような感じね、うん、これにしたい。これはいい楽器なんですが、予算はだいぶオーバーですね。例えば東京からライブ配信するときとか、うん、東京でもしかしたら作品撮るかもしれないし、てか何より自分が欲しい一目惚れに近い最初のあの衝撃は、ほんと CF と変わんない。なんか高音さんとの相性もいい感じがしますね、うん、ピアニストさんって結構いろんなタイプの方がいらっしゃるじゃないですか、うんうん、で高音さんの場合はこう目の前の楽器で音楽を表現するのに合わせて、目の前の楽器からもいろいろなものを受け取りたいタイプだと思うんですよね。でそれが石井拓磨の魅力のうちの一つだと思うんですけど、となった時には恥ずかしいなんかとなった時にはそのピアノから何が得られるのかなって考えると、このピアノってなんかこう引き込まれる感じがあるじゃないですか、うんうん、ちょっとそう魔力的なものを。そうですね、ちょっとカメラ止めてもらってちょっと考えて、もう決めるんだったら今決めたいと思う。お、そうですね、話し合いましょう。
さん。お。すいません、もう超長時間お待たせ。とんでもないです。ごめんなさい。でもやっぱり後悔したくないし、いいもの届けたいし、そういう理由もあって買います。おめでとうございます。買えますか今日これ。はい、あの掛川のハーモニープラザという工場のすぐ隣にあるところで、うん、同じ機種を3台からご選定いただくことができます。あ、選定できるんですか。できます。予約とかしないとダメなんですよね。そうですね。1日しか空いてないんですけど、はい、そういった空いてますかね。1日ですか。確認してきますので、少しお時間いただけますでしょうか。すいません、何から入ります。僕の希望日程で OK が出ました。だから次のシーンでは掛川にいるのか。そういうことですね。ですね。あれやりたい。ジャンプして着地したら掛川です。いきますよ。掛川の方へ選定いってみよう。せーの。はい、よいしょ。来ました。